ジヤー、ジヤー。ほっほっほ、いかがされました、霊夢お嬢様。ジヤー、私ヌン活をしてみたいのー。ヌン活？ヌン活とは何でございますか？なんか UFO みたいなものにスコーンとかサンドイッチが乗っているらしいのよ。はい、わからなかったら羊のマリサちゃんに聞いてみて。イエスマム。マリサちゃん、よくわからねえけど、お嬢様がヌン活をしたいそうだよ。私にお任せください。マリサちゃんはヌン活が何かわかるだか？霊夢様の羊たるもの、この程度のことがわからなくてどうします？ヌン活とは、アフタヌーンティーを楽しむ活動のことです。SNS 映えするため、注目されております。上がケーキで、真ん中がスコーン。一番下はサンドイッチが入ってますだ。それでは本日はスコーンと、アフタヌーンティーの本場の英国式サンドイッチを作ってまいりましょう。ヌン活。まずはじめにスコーン、につけるクロテッドクリームを作るのぜ。クロテッドクリームってなんぞ？クロテッドクリームはスコーンに欠かせない濃厚なクリームなので、生クリームを1時間沸騰したお湯で湯煎して煮詰めるとできるぞ。1時間も？黄色い膜が張ったらよせよせする。分離しやすくなるぞ。1時間も？水につけて粗熱を取ったら、冷蔵庫で半日冷やす。冷蔵庫で半日もかかるんかい。まあまあ、鹿の骨を食べる犬でも見て落ち着くのぜ。鹿の骨もぐもぐ半日も。表面が固まったね。この表面の固まったクリームを使うのぜ。トロトロの方はどうするの？トロトロの固まってない方はまた冷蔵庫に入れておけば固まるのぜ。あと、お好きなジャムをつける。霊夢お嬢様は赤色が好きだから、赤いイチゴジャムをつけるのぜ。それじゃあ、次はいよいよスコーン本体を作ろう。富澤商店さんの基本のスコーンレシピで作るのぜ。薄力粉の量が多いな。これはしっとりしていて美味しいからおすすめレシピなのぜ。バターは冷たいまま入れる。木べらなどで切る。そして手でこするようになじませるのぜ。こうすることでホロホロとした食感になる。牛乳は英国王室御用達のジャージー。生地がまとまったら、ちょっとべちょべちょだよ。冷蔵庫で1時間冷やせばノープロブレム。キンキンに冷えたよ。1.8 センチの厚さに伸ばす、伸ばしすぎました。なーにやってんだ。半分に折って重ねれば OK。型は小さなコップで十分。小さいコップがない人は？包丁で四角や三角に切ってもいいのぜ。余った生地はまとめてまたコップでくり抜く。できたら、180度に温めたオーブンで25、30分焼く。焼けたよ。お皿に盛り付け。くう器がでかすぎてアフタヌーンティースタンドにギリギリなのぜ。入ればよかろうなのだ。うわぁ、大量のキュウリだ。イギリスのサンドイッチといえばキュウリ。キュウリのヘタの方は皮が硬いから剥いておくよ。新鮮なキュウリはうまい。その昔、イギリスではキュウリは高級品だったのぜ。アフタヌーンティーでキュウリ自慢をしていたのぜ。そんなことよりも、じゃじゃじゃん。クリームチーズ。クリームチーズを塗るのは珍しいね。これがスモークサーモンと合うんだわ。日本人的には珍しいよな。英国産の料理は当たり外れあるから心配だよ。英国のアフタヌーンティーと朝食はうまいのぜ。英国は生ハムサンドもあるぞ。これは美味しいやつ。彩り的にチーズも挟んじゃおう。袋に包んで重しをしてなじませておくよ。ここでちょっと一息でブレーク。本日の急須です。ティーパックです。タミヤキじゃん。メイドインジャパンじゃん。だってこの家、西洋式のティーセットなかったのぜ。まあ、霊夢お嬢様は気にしないから大丈夫。サンドイッチでしょ。俺に任せとけー。いや、なんでそんな昨夜の担当みたいな短いやつで切ってるの？絶対ぐちゃぐちゃになるからやめてけろー。そういえば、パンがヨレヨレになってきたような。気のせい気のせい。長いパン切りナイフ置いてたじゃん、あれ使ってよー。いいですー、もう切り終わるんでー。切ったらペーパーでナイフを拭ってほしい。ほら、チーズがパンについちゃうじゃん。アゼルバイジャン成分クロージュー点点点。サンドイッチが倒れそう。そういう時はトマトガードトマ。よし、オッケー。あとはお嬢様のお好きなケーキを盛り付けるのぜ。それでは、英国気分のアフタヌーンティーの完成でございます。わわわー、これが憧れのアフタヌーンティー。キャー、黒羊で見たことあるー。でもなんで急須？お嬢様、急須で入れた紅茶も美味しいですよ。あら、そうなの？まあ、いただきましょう。ごくごく、うん、普通に美味しいわ。メインのサンドイッチ早く食べたいのー。いただきます。うん、チーズと何かしら？すごく美味しいわ。スモークサーモンとキュウリとクリームチーズ、そしてそれは生ハムが入っております。塩気とさっぱり濃厚クリームチーズがよく合うわー。あの2段目ギッチギチなんだけど。失礼いたしました。それは手元に置いてお食べください。スコーンは横に割ってお食べください。手で割ってもいいですし、ナイフを使って割る人もいます。あ、ジャムから派ですか？え、塗る順番とかあるの？この順番については、日本でいうキノコタケノコ戦争が起こるのです。どっちから塗っても一緒じゃん。
ちなみに、エリザベス女王はどっち派なの？エリザベス女王は霊夢と逆なのぜ、クリームを先に塗って、後にジャムを乗せる派だったので、これ、美味しい。焼きたてのスコーンは格別美味しゅうございます。スコーンは水分を持っていかれますから、これが紅茶とまたよく合うのです。紅茶も楽しめるいい組み合わせね。はい、今日も大満足ということで、次回はどんな料理を作るの？水曜日は本当にゲーム実況してくれなのぜ。金曜はがっつりラーメン食べましょう。予定は変更する場合があります。リクエストはコメントでぜひ教えてね。みんなチャンネル登録して待っててくれよな。それではここまでのご視聴、ありがとうございました。